今一度ご確認いただきますようご協力をお願いいたします。それでは時間がありましたので2011年10月30日日曜日主の十字架クリスチャンセンター東京アンティオク教会におけます主日第二礼拝を始めてまいります。最初にお祈りいたします。愛するイエス様、主の御名をあがめます。聖日の朝、あなたの愛する兄弟姉妹たちをこの教会に集めてくださり共に主を礼拝する恵みを感謝します。この教会に聖霊様が満ち溢れておられ、この礼拝を最初から最後まで導いてください。どうか私たちに必要なことを語りかけてください。これからの時、主に期待し私たちのすべてを祈ります。始まりにあたり感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美で礼拝を始めてまいりましょう。よろしくお願いいたします。それでは共に賛美を持って主を礼拝してまいりたいと思います。最初にお立ちになる方はどうぞお立ちください。共に心から主を礼拝してまいりましょう。さあ手を打ち鳴らそう。主はまことに慈しみ深い。悲しい時でも苦しい時でも賛美し続けよう。Grace of Jesus 主を褒めたたえ賛美しよう。 Grace of Jesus 主を褒めたたえよ。もう一度賛美しましょう。さてを打ち鳴らそう。主はまことに慈しみ深い。悲しい時でも苦しい時でも賛美し続けよう。 Grace of JesusSHE WILL HOME TATTAE SAN BISHIYOMO GRACE OF JESUS SHE WILL HOME TATTAE YO GRACE OF JESUS GRACE OF JESUS SHE WILL HOME TATTAE SAN BISHIYOMO GRACE OF JESUS SHE WILL HOME TATTAE SHE WILL HOME TATTAE YO SHE WILL HOME TATTAE YO もう一度 SHE WILL HOME主を褒めたたえよう。はい、じゃあもう一度心から主を褒めたたえましょう。あなたがいつも共にいるから私は決して一人じゃない。私のありのままの姿を愛してくれた。空高く羽ばたくわしのように立ち上がる力を与えてくれた。永遠に変わらないあなたの愛、この手に握りしめて I run to you。 2番を探しましょう。たとえ大きな山があっても向かい風が待っていたとしても、あなたがいつもそばにいるから乗り越えてゆける。声を聞いて大空に輝く惜しみ上げて、朝ごとに新しい光受けて、時
共に歩いて行こう。 I love you。 空高く空高く羽ばたく、わしのように立ち上がる力を与えてくれた。永遠に変わらないあなたの愛、この手に握りしめて。 I love to you。 ハレルヤ、このさらにこの忠実にこの信仰の歩みをこの続けていきなさいと主は言われます。私はその一つ一つのこの信仰のこの歩みをこの祝福し、この私が計画しているこの技とこの勝利をこの大きく表していくと主は言われます。この私の言葉に立ったこの信仰の歩みをこの忠実に忍耐を持ってこの成し続けていきなさいと主は言われます。第2ステージに入ったと語られている中で、今回使わされるイスラエルヨルダンチームというのは特別なこの節目に使わされるチームとなっていると示されます。その中で非常にこの派遣中の霊的な流れというのは非常に早い流れでこの派遣が展開していくので、行かれる方においてもまた取りなしをされる方においても霊的な目を覚まし、この流れを捉えて祈りをなし、また言葉を受けていきなさいと示されます。この非常にあっという間に過ぎてしまうというようなこの霊的な非常に急速な流れがこの始まっていると示されます。しかしその中で主は言葉を語られ、信仰の歩みを踏み出すための必要のすべてを豊かに満たしていこうと示されます。このさらにこの主はこのよりこの具体的にこのあなた方にこの語ってくださるということをこの期待し、この主に聞いていきなさいと主は言われます。この時においてもまたこの方法においても、この主はこの計画を持ってこの導いてこのおられると主は言われます。この主に聞き、この主が語られた時に、また主が語られた方法でこの信仰のこの波をこうなすことができるように、こう求めてこうなしていきなさいと主は言われます。このあなた方の計画ではなく、この神がこの持っておられるその計画がこの従う意味の中でこの大きくこの進んでいくのを見ていくと主は言われます。見分けていきなさいと主はされます。新年度に入り、この世界の霊的なまた実際的な流れというのも大きくこの変化していく時に入ると主はされます。その中で真に主が導いておられるその道のみを選び続け従うことができるように、さらに深く祈り求めておきなさいと示されます。この戦いに次ぐ戦いの中に入っていきますが、主の側に完全なる計画が用意されていると示されます。あなた方はそれを選んで、その大胆な信仰の一歩を踏み出していきなさいと示されます。主のこの働き、主の技が大きく進んでいくと示されます。それでは、もう一度主の前に賛美を捧げてまいりましょう。私の願いではなく、あなたの御心のものとなりますように、すべてを委ねます。ハレルヤ、ご臨在の主を心から褒め讃えましょう。
愛する天のお父様、この賛美の時をありがとうございます。また予言の言葉を感謝いたします。朝に続く礼拝をしがたかに導いてください。この時を感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。拝観します。どうぞお座りください。それではお祈りの時をお持ちいたします。それぞれの必要のために各自黙祷のうちにしばらくお祈りください。そこまで閉じていただき、再び共に賛美をしてまいりましょう。主の祈りを共にお祈りしていきましょう。慣れてない方はスクリーンの方をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとつく地にも乗せたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試み合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは聖餐式をパウロ秋元牧師に導いていただきます。よろしくお願いいたします。聖餐式を、行います。聖餐式とはイエスの死を告げ知らせるものであります。この教会ではどこの教会の方でも、それからまだ洗礼を受けられておられなくても、
イエス・キリストをご自分の救い主と信じ、告白されておられる方々にはこの式に加わることをお勧めしております。ですからイエス様をご自分の救い主と信じ、告白をされておられる方々はぜひこの式に加わっていただきたいというふうに思います。また、今インターネットで、礼拝されておられる方々 の中で、クリスチャンの方で、神様を信じておられる方々でご自分も聖餐式をに加えたいと思われる方はご自分でパンまたブドウ酒あるいはブドウジュースを用意してくださり、共に参加していただきたいと思います。お祈りいたします。天の様、このパンとブドウ酒またブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットで見ておられる方々のパンとブドウ酒またブドウジュースを豊かに祝福してください。そして私人々に御家どんちの恵みを表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではしばらくの間共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたらそれを神様に告白しておいてください。これらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。イエスはパンを取り祝福して後これを彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。共にキリストの体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。
天の様、この聖餐の恵みありがとうございます。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。聖餐の恵み預かりました後は感謝の献金の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつお願いいたします。それでは献金感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。恵み深いイエス様、献金の時を感謝します。主が私たちに与えてくださったごく一部を今御前にお供えいたしました。この献金を主が清めてくださり、御国のためにどうかお使いください。また捧げられたお一人お一人を主が覚えてくださり、日々の私たちの生活を豊かに守り支え、信仰生活をさらに祝福してください。感謝します。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所を読みしていきたいと思います。本日の聖書箇所はローマ人への手紙8章28節ローマ人への手紙8章28節になります。私の持っている第3版の聖書では新約聖書の302ページになります。それではお読みをしていきます。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。この箇所からになります。このあと特別賛美、そして賛美に引き続きパウロ秋元牧師からメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。